そっか、よかったな。でもさ、俺は生身の男だから、それは覚えとけよ。あの、ごめんね、時間です。空気読んでくれよ先輩。でも時間だし、約束だから。そんなの少しくらいさあ行ってください、むつみ先輩たち。離せこの野郎。ちょ、ゆず見えない。おっといけね。え、見えないって。もう一度見せるから。ぶつかっちゃった。ちょ、はるか、わざとでしょ。はあ、すごいすごい。ダメって言ってるでしょ、事故だもん。協力するって言ったわよね。こういう形での協力とは。私だって不本意だけど、これしかないんだから諦めなさい。一応覚悟は決めときなさいよ。よくわかりませんが、覚悟は常にできています。問題ありません。ダメでした。管理人さん、こういうのはお互い好き合ってる人同士じゃないと。私はみんなのこと好きだけど、あっくんは違うの？好きですけど、って何言ってるんだ。やっぱりダメです。こういうのは順序を踏んで僕から男らしくリードを。分かってるよな。口づけによる契約だろ。そんな正式なやり方じゃなくても、私は別に。なんだ、怖いのか。別に怖くなんかないわ。ただその。じゃあ目つむれ。え、ちょっと、いや、あの、ごめん。本当は遠行なんて経験ないんだろ。はあ、なめんなし。普通10万も要求しないよ。体を売ったことがない証拠だ。でも本当は10万でも安い。カジさんには自分を大切にしてほしい。おこぎ。ま、それでもキスはするんだけどね。すんのかよ。イリアちゃん、これイリアちゃん、どうしたの。なんか怖いよ。でも逃げないのね、ミミは。やっぱこいつか。またこのパターン。一体何が目的なのよ、あいつは。なんか着々とイリアさんの生活が破壊されてきてますね。表じゃ優等生の顔して、でも本当は好奇心いっぱい。俺もさ、一緒に行ってもいい？怪人 X が彼女かどうか分かるかもしれない。そう待ってよ。ごめんなさい、許して許して許して。散々楽しんだ以上、体で払ってもらうのは筋だろう。そういえば自己紹介がまだだったわね、沢村さん。私は2年 D 組の霞ヶ丘歌派。ペンネームを霞歌子っていうの。え、彼が大好きな恋するメトロノームの作者なの。これからもよろしくね。こういうのです。壁ドンって、張り手のようですね。張り手、ほら、お相撲さんの。どすこい。どういうつもり。こうでもしないとゆっくり話もできないだろう。話すことなんてないわよ。俺にはある。あ、そう。じゃあ一つだけ。あ、地下。
下空いてる。ええー、よかった、閉まってる。今時女子が好きな人にしてほしいこと第1位は亀戸。音で求愛、鳥みたいですね。求愛。小林さん通る。今ここで逃げたってまた別のやつに狙われるかもよ。貴族やら王族やらに自分差し出せば安全だろう。守られながら贅沢もできる。うまい使い道だと思わねえか。なあ赤髪。私はそんな道に興味はない。だから俺が連れて行くんだよ。おい離れろブース。やだ、私怒ってるんだよ。あっくん知るかよ、邪魔だ近い、キモいんだよお前。熱があるのに保健室に行かないあっくんが悪い。あまり大きな声では言えない。聞きたいな、歯の次。ダメ、言って。歯の次。早くして、ずるい。ねえアキちゃん、私やっぱり我慢できなくなっちゃったね。今日こそは一緒に帰りましょう。でここはどこなのかしら。アキちゃん、道を教えて。ね、いい子だから。僕は帰らないからね。そんなに心配ならお姉ちゃんがこっちに来ればいいと思うよ。レン、僕のこと好き？何言ってんのよ、こんなところで。ねえ、好き？かっこいい、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 かっこいい。仕事中にこんなのいけないわ。でもその背徳感がまたいいかな。どうしちゃったの？やっぱり夕食で食べたサバの味噌煮が当たって。何よ。ただちょっと呼び止めようと思っただけなんだけど。なんかこの状況とてつもなくムカつくわ。死ね。ごめんね千穂ちゃん、でも用事があったんだ。ひょっとしてこれは。見て見て千穂、壁ドンだよ。この壁にドンってされるの、すごくときめくの。千穂だっていざされたら絶対胸キュン間違いなしだよ。マイカさん。店長さん。さっきはひどいこと言ってすみませんでした。いえ。これが世に言う壁ドン。でもなんで。今まで一度でも本気で誰かを愛したことがあるか。自分の命を全て捧げてもいいと思えるほどの相手と愛し合ったことがあるか。ないですけど。じゃあ今の僕の気持ちは絶対にわからない。つまりゴーシさんはピトさんのことが好きだと。愛してる。